第2回のテーマはレトルトカレー。価格差は10倍、味が違いすぎるのか即答するライター続出。これわかりました。完全にわかった。即わかったよ。外したらやばいよこれ。ところが衝撃の結果に7対1でございます。まさかの一人勝ち。勝者は誰だ。グルメライター格付け結果。やりましたね。今回も2回目のグルメライター格付けチェックでございます。この企画はですね、我々全員が、グルメライターでございますので、僕らの味覚は果たして信用できるのかというのをですね、検証する企画でございます。今回のお題はですね、レトルトカレーでございます。まずですね、高い方はですね、こちら成城石井の黒毛和牛と10種スパイスのゴロゴロビーフカレー、こちら税込み1070円です。レトルトカレーで1070円。もう店やん、店やんっていうやつでございます。で、安い方がですね、ハウス食品のプロクオリティビーフカレーで、これはですね、4袋入りなんですけど、1袋あたりは109円でございます。109円。なので、まあ単純に考えると10倍ですね。価格差10倍。はい、じゃあというわけでやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ開けてください。ちょっと待って、もう分かったの。はい、もういいっす。あ、もういい。もういいっす。答えは高い方は A です。A、はい、もう明らかですよこれは。もう違う。もう A の方は、はいはい、もうこれ言っちゃっていいのかな。言、はい、っちゃっていいっすか。はいはい、口の中にスパイスが入り込んできたんですよ。なるほど。それカルダモンなんですよ、多分。あ、なるほど。カルダモンだと思うんだけど、うん、そんなカルダモンが、安いやつで入れるわけないわけ。美味しいっすね。あ、A が高いっす。A の方が高い。はい。A の方は、やっぱりスパイス感じたのと、重量感と、重量感余韻みたいなのを感じました。なるほど。 A、B はレトルト感が強かった。あ、うまいね。うまい。これわかりました。もういいですか。もう大丈夫です。正解は A でございます。一番最初に食べた。ものが高い。高い。すごくね、スパイスがやっぱり聞いててすごく上品だし、うん、美味しいのよ。で B はやっぱり、なんつうんだろう、もうまあいつも食べてるカレー。なるほど。俺もう分かっちゃったこれ。うわ、これ今回も難しいやん。めっちゃ難しいやん。最初俺は A 安いやつだと思ったんだけど、瞬間。なんでかっていうと、ね、素材がまだ、まあ、粗く残ってる感じで、これ迷うのがね、今俺 A に気持ちが傾いてるんですよ。A に気持ちが傾いてるんですけど、こと、肉っていうことに関して言うと、細かい肉が B の方が当たるんですよ。B にしましょう。B にしましょう、答え。はい。簡単に言うとね、さらっとしてる方が安いのかなって思うから、ごめんなさい。A にします。A にします。A にします。やっぱ A に。うん。で、理由はね、いつものっぽくないからっていうだけ。あー、難しい。なるほど。なるほど。高い方は A だと思います。A。あ、A はなんかすごいスパイスの華やかな味わいを。奥深さをね、感じたわけですけど、B がなんかのっぺらとしてる。食堂のカレーってこんな感じかなと思う。1000円するな、1000円払うんだったら A がいい。B に1000円は払えんわ、じゃん。なるほど。これは、カレーってむずいっすよね。僕が思う高い方は A です。はい、A の方がやっぱサラッとしてて、サラッとしてるカレーって、なんかその、ごまかしは効かないような気がするんですよね。スープカレー作った時に、しっかりスパイスを効かせないと、ごまかせない。
うん。うまい。うん、完全に分かった。でも前回もそんなこと言ってよね。うん。高い方でしょ、うん、A。高い方は A。A です。A です。うん。A はなんか辛いし、なんかいろんなスパイスが入れてあるような感じ。うん、B はよく食べる味がした。酸味がありますね。酸味。まろやかでうまいんですよね、こっち。決めました。決めました。はい。B にします。B で。はい。はい。もう、そっちの方が美味しいです、僕は。なるほど。もう負けても、それ、外しても食いはないです、これは。で、A は、なんかこう、なんか本当にスパイシーで、ちょっと変わってるんですけど、はい、たまにあるパターンです。安い中で、はい、いい方を出そうとしてるような。なるほど、なるほど。結果発表じゃあ言います。今回はですね、8人で参加しております。割れております。割れております。マジで割れております。7対1でございます。7対1でございます。誰か1人だけ逆を言っております。今回逆の人だけ言いましょう。逆の、1人だけ違う方を選んだ人。原田さんです。はい、じゃあ正解は？正解は？正解は？ダカ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  A です。いや、俺は結構ギリが危なかったんですよね。でしょうね。でも僕言ってましたもんね。言ってました。これこれ個人的に D が好きだから外しても悔いはないっていう。すごい言ってました。2回目はですね、まあこんな1回に終わりました。第3回目はですね、来週いちご編を、フルーツですよ、いちご編を、お届けしたいと思います。どうもありがとうございました。